ここはさ、努力が報われる場所なんだ。その言葉に直は胸の真ん中あたりがクッとなった。学校や家にはまることができない自分たちのような不良品にも居場所はあるかもしれない。そう思うと、ここに集まった不良たちが皆仲間に思えてくる。世間から不良品扱いされるから不良が生まれるんだ。世間は不良を生む自分たちの方に欠陥があるなんて欠片も思わないから、自分で自分たちの居場所を作るしかないんだ。